2021年度の北海道大学の力学の入試問題です。問1と問2があります。問1の図がこれです。でここに高さ1メートルのところに小球 P があって静かに置いております。手を離すと摩擦のない斜面、それから摩擦のない水平面を通って円形ループを回って、壁に衝突する。衝突跳ね返り係数、反発係数が E で0から1の間です。でここで減速してまた再びこう円形ループを回って斜面戻り、またこういうふうにして当たってまたこういうふうにしてそれを繰り返すというこういう運動について考える問題です。と1番の各位置は小球 P が点 A に到達したとき、ここから点 E に到達するわけですね。初めてその時の速さは何メートル毎秒であるかという問題です。これは摩擦がないですから力学的エネルギーが保存されるという立場から、ここでのここの位置エネルギーが全てここで運動エネルギーに変わるといういつもの通りのやり方でできますね。ですから MGH という位置エネルギーがここでの質量がスモール M ですから2分の1 MV 事情だと、で V 事情は 2GH だとなって V はルートの 2H になります。括弧2の問題はこのここから S から小球 P が滑っていくのですが、 A に到達して円形ループを一周して再び A に到達するためにはこの高さですね、1メートルはどれだけの必要の以上の高さが必要かという問題です。その時にここでの位置エネルギーがここに全て運動エネルギーに変わるんですけれども、この運動エネルギーが摩擦がないですからこのここだけの位置エネルギーに変わって、さらにその余剰としてあまりとしての運動エネルギー速さを持って運動しますが、その時に遠心力がありますが、遠心力とその重力との最小限釣り合っている必要がありますね。遠心力の動きければここから落ちないで済むと、落ちないで再びここへ戻るということが必要ですね。そういう考え方から解けると思います。ここでの運動エネルギーがここで位置エネルギーに変わり、さらにその余りとしての運動エネルギーという求め方もあるんですが、摩擦がありませんから力学的エネルギーを保存しますから、最初にあった位置からここですね、ここの高さは H-2A になります。 H でこれが半直径が 2A ですね。ですから H-2A の位置エネルギー分だけここでは運動エネルギーに変わるという言い方でもできますね。ですからこの時の速さが出ます。この時の速さを、V' にしましょうか。 V' にしましょう。ここが V ですから、ですから MG の H-2A という位置エネルギーがここでの運動エネルギーになりますから V' が出ますね。 V' 需要は 2M が消えますから 2G の H-2A になります。でここでこの重力と遠心力ですね、それがちょうど釣り合う、遠心力が大きければいいわけですが、遠心力 A 分半径 A ですね、 V' の2乗が重力よりも大きければいいわけですね。ですからこれここを満たす、ここから V' 事乗は M 点が消えますから AG という条件が必要です。でここの V' をここを持ってきます。 2G のH-2A がこれですね、 V' 以上が大きければいいわけです。こういう向き方、この方が簡単にできますね。ですから G と G が消えますから H-2A は2分の A だと、だって H はこっちを持ってきます。 2A プラス2分の A、 2分の 5A になりますね。ですから A だと。過去3番の問題です。小球 P はここから出て、一周するわけですけれども、一周した後その壁、ここも摩擦がありません。で、ダブル、壁の真下のダブル、ここで垂直に衝突したというわけです。でこの時に反発係数は E、 跳ね返り係数は E は0から1の間です。
でここで減速するわけですけれども、その直後の速さはいくらかという問題です。初級 OS から滑り出してここで円形ループを一周するわけですけれども、最初に A に到達したときは V、 つまりこれですね。ですがこう摩擦がありませんから、円形ループも摩擦がありませんから、力学的エネルギーが保存されます。この V' は、まあ、それだけ1エネルギー分だけ減っていますけれども、またここに来たときは最初の到達したときの V と同じです。つまりこれですね。この速さでもって壁に当たります。ですからこの反発係数のあの式ですね、この速さ V マイナスの壁は止まっていますから0で、反発後はこちらこう V2 ダッシュにしましょうか。で V2 ダッシュですが、この V2 ダッシュですね、この小級です、マイナスのやはり0ですね、これが反発係数 E です。でここマイナスをつけます。この式から E の V、 これをこっちに持っていきます。 EV はつまりマイナス V、 これ0ですからマイナス V2 ダッシュですね。ですから V2 ダッシュはマイナスの EV だと、 V はこれです。ですからマイナスの E のルート 2GH になります。右向きを正としたら左ことですね、マイナスがある。ですからこの速さですから、大きさだけ、速さは大きさだけですから、答えは E の 2GH でいいですね。問1番の最後の問題、括弧4です。小級 P が全て円形ループを一周して壁と衝突しました。で壁と衝突した後減速します。その時は E ルート 2GH と H という速さ、つまり E が0から1の間ですから、最初のここでの A に到達した時の V よりも少なくなります。で減速してまた再び円形を回るループを回って斜面に戻り、元のところには戻っていません。でしてなぜかというと減速してますから。でまたこう一巡して壁に当たると、また次にはさらに減速してこういうふうにして高さがだんだん減じていきます。で衝突するたびにその斜面に戻る高さまで減っていくわけですけれども、 N 回衝突した後にこのもう再び斜面のどこかに戻るためにはこの高さはどれだけ必要かという問題です。ここで少し整理しますと、1回目の衝突の時には E のルート 2GH になりました。でじゃあここでまた斜面に戻って再びこう垂直の壁にぶつかるたびにどういう速さになるかというと、この速さでもってこの速さでもって、いきますけれども、また再びこの速さでもってこうぶつかる前は、直前は E のルート 2GH の速さでぶつかります。その速さでもって今度は反発係数 E 倍しますから、ここが E の2乗になります。これの E 倍になりますから、衝突後は2回目はですね、だけ E の2乗になります。ですから次 N 回目の場合は入ったら1になって E の N 乗になります。この速さになります。 N 回目の衝突の時にはこういう速さでもって、ここでの速さでもって、この速さでもって円形ループを回らないといけない。でその時に落ちないための条件を考えればいいですね。 N 回目の時の速さが O はこうなります。この時の速さを V としましょう。もう簡単に前の問題とは同じように考えずに V とします。でここの円形ループの一番高いところに対した時に V' ダッシュとします。その時に力学的エネルギーが保存されますから、どういう関係式になるかというと、2分の1 MV 乗、ここを1の基準にしますから、ここは高さが 2A ですね。ですから MG の 2A だと、1エネルギーが、ここの1エネルギーが、でその時にここでの運動エネルギーが2分の1 MV' ダッシュの2乗です。もちろん V はこれですが、 V' ダッシュを一応求めたいわけですね。ですからこれから V' ダッシュを求めます。でこれ両辺から M を M が共通ですから消えます。両辺2倍するとこれが V 乗になります。これが M が消えて 4倍になりますね。2倍しますから、これも2倍して M が消えて V' 乗になります。でここで一番知りたいのはこの V' 乗ですね。ですから V' 乗は V 乗マイナスの 4GA だと。でここにで遠心力と重力の関係を求めればいいですね。これが円形ループを一周するためには重力よりも遠心力が大きくなることもあると。
で、遠心力の場合は A 分の M R 分の V 乗ですから、半径が A ですから V' の2乗が重力よりも大きければいいですね。ですから M が消えます。 V' 2乗が GA ですね。 GA よりも大きい A を A 倍しますから、でこの V' 2乗の右辺を持ってきます。ここへ、V 事情が 5GA だと。 V 事情は、ね、そもそも何かというとこれですね。でルートが消えて 2GH、 これが 5GA ですね。 H は 2G と、あ、 G が消えますから2分のなりますか。例えばこの時に N が1の時はどうかというと、 N が1の時は E2 の E の2乗分の 5A ですね。ガウンの小説の時には、これは最初に求めた時はこの最初に初めて到達するために必要な円形ループの、これのここの高さは2分の 5A よりも大きくないと困るという、何回も繰り返すためにはもっと大きくないと、2分の5よりも大きい、1回目だけであってもそうですから、もっと大きくないといけないですね。 E が0から1の間ですから、もっと小さくなりますから、2分の5よりも大きくなりますね。これは E の2乗が0から1の間ですから、2分の5よりも大きいはずです。ちなみにこの最初に学べた2分の 5A という高さとこの高さですね、比べてみましょうか。2分の 5A 引くのをこの2を引いてみました。で2分の 5A でくくると1マイナスこういうふうになります。でここは E2N 乗分の E2N 乗マイナス1になります。これは1より小さいですから負です。なぜならば 2N 乗分するとここ0ですね。1を 2N 乗しても1ですから、1より小さいですからこれが負になりますね。ですから負ということはこっちが負です。こっちが小さいということですね。これが大きいとわけです。本当大きくないと何回も繰り返して、することはできないということですね。何回も繰り返すためには高さが本当大きくないと困るということです。4番の答えはこういうふうになります。前回に引き続き北海道大学の力学の入試問題です。問2番から始めます。問2番に関係した図がこれですが、簡単に説明しておきます。 H の高さのところに小球 P、 これは質量がスモール m kg です。滑らかな斜面を静かに置いて手を離すと滑っていきます。でここで同じく小球 Q、 同じく質量がスモール m kg です。弾性衝突します。でこのここは一応タンフリコの形態をして計上していますけれども、高さが H の最初は小球球は止まっていました。で弾性衝突した後、小球球はこの円弧に沿って運動します。で B 点に達した時に、切り離されて小球球はこういう放物運動を行ったと。で C 点に着地したという、こういう一連の運動に関する問題が問2です。問2の括弧5です。これは前回の問1の括弧4の続きになっております。で括弧5の問題はこの小球 P がここに滑っていきますけれども、降りてきますけれども、この点 A で弾性衝突します。 Q と弾性衝突します。その小球 Q の弾性衝突直後の速さはいくらかという問題です。まあこれは弾性衝突で、しかも質量が同じく M ですから、同じ質量ですから直感的に速さが後退していくという、受け継がれていくということで、直感的に P が0で Q がそのここでの P の速さを受け持っていくということが分かるんですけれども、愚直にその辺の計算をしていきましょう。小球 P と Q の質量速度について整理していきますと、 P についてはその衝突質量はまあ M ですね。 Q も質量は M です。で衝突前は速さはどうかというと、 P は一応ここを V としましょう。でその後は衝突後はどうなるかというと、まあ、分からないから VP とします。
で、9については衝突前は止まっていますから0です。で、衝突後を V の9としましょう。で、運動量が保存されますから、最初の衝突前の運動量は M V ですね。もちろん9は0ですから運動量は0です。で、衝突後はどうなるかというと、点 P については M の V P ですね、プラス同じく9については M の V 9になります。で、もう一つ反発係数が1ですから、断然衝突ですから、最初の方は V マイナスの9は0です。で、この VP マイナスの V9 ですね、同じ V 先に来るのが V で P の方ですから P 先に来ます。で、これが1です。で、マイナスの方ですね。で、1と2にしましょう。2からの2よりどういう式になるんですかというと、 V イコールこれを持ってきて V9 マイナス VP ですね。で、これから一応何を一番知りたいかというと、 V9 ですから VP を消去します。これから VP こちらを持ってきて、これをこちらを持ってくると V9 マイナスの V ですね。で、これを 1A であります。持ってくるとどういう式になるかというと、 MV M の VP はプラス MVQ ですね。で、これはこれと M マイナス MV でこちら来て 2MV です。で、これとこれで 2MVQ ですね。ということがあると 2M と 2M 等しいですから、 V は VQ だと、VQ はさらにその V だと、 P の速さですね。その V は前回の統一のところで最初にやったところで V はどうかというと、統一のところで最初にこの位置エネルギーが運動エネルギーに変換するというところで求めた値が V イコールルート 2GH でしたよね。で、このルート 2GH をここ持ってきます。 VQ はルート 2GH だと。括弧6番の問題です。ここで小球 P がここで A 点で小球 Q と断線衝突した後、小球 Q はここの円弧のつまり円運動します。で、3分の π ラジアの時にちょうど糸から切り離されて飛んでいくわけですけれども、その時に切り離された瞬間の小球 Q の速さは何メートル毎秒であるかという問題です。ここではやはり力学的エネルギー保存の法則を使えばいいと思います。ここでの Q の運動エネルギーがここでこの高さまでいきますから、ここでの力学的エネルギーと同じだという、つまりここでは位置エネルギーと運動エネルギーを持っています。ここを基準にしますと、ここでの位置エネルギーは0です。で、サンプルパイはラジアンですから、パイが180度ですから60度ですね。さっき言ったように、じゃあ A 点では運動エネルギーは Q の運動エネルギーはどうかというと、2分の1 M のここの VQ ですね、 VQ の事情だと。位置エネルギーは0ですから、で、ここでの B 点での位置エネルギーはいくらかというと、 MG の高さがいくらかというと、ここの高さは BB' はいくらかというと、これが H ですから、 H のコサイン60度ですね。ですから H 引くの H のコサイン60度ですから、コサイン60度は2分の1ですから2分の1になります。この高さが2分の1になります。ですから MG の2分の1だと、プラス2分の1 Q の質量 M ですから、VQ ダッシュの20にしましょう。で、M と M が消えて2倍しますと、VQ 事情は2倍しますから、ちょうど GH だと。プラスの VQ 事情になります。ダッシュの事情になります。VQ ダッシュの20は、VQ 事情マイナス GH です。VQ は、全問の結果を利用します。2GH ですね。GH ですから GH になります。よって VQ は VQ' はルート GH になります。
次の括弧はという問題ですが、唐突に括弧はという選択問題が、選択肢問題が出てきます。これはどういう問題かというと、切り離された後、この小球 Q は重力のみを受け何々を行うと書いています。その後放物運動を行うということを書いていますけれども、見てわかるように選択肢が4つありますけれども、これは簡単にすぐできますね。水平方向と延長方向に分けて説明している選択肢が4つありますが、水平方向には等速運動、延直方向には等加速度運動ですね、 G の重力加速度 G の等加速度運動を行っている。ですからこれは IUA とありますけれども、 E が正解であることがすぐ分かりますね。括弧7の問題です。 Q がこの B 点で糸から切り離された後、放物運動を行いますが、この最高点に達するまでに、この B 点から最高点に達するまでの時間はいくらかという問題です。ここの切り離された直後の小球 Q の速さを VQ2' としたら、もう半差になるので、こう V とします。前の問題から独立して V とします。ですからこの V は全問の結果でルート GH メートル毎秒でした。最高点に達するまでに時間ですから、この倍方向、延直方向だけを見てみればいいですね。この V の、こちらの Y 方向、上向き、延直上向きの方成分で、ちょうど最高点に達した時はちょうどゼロになりますから、その式を利用すればいいですね。でここは水平に対して何度かという時に、これがここがこの振り子のこの位置ですね。でこれは60度ですから、3分の π ラージャンですから60度です。でここは直角ですから、ここ30度だと分かると。でこれは延直下方ですから、水平に対して直角ですから60度、ここは60度。これはこれもこの糸の振り子に対して、この方向は接線方向は直角ですから、60度に対してここ30度になります。でここも直角ですから、ここが60度だということが分かりますね。ですから延直成分はどうかというと、 V のサイン60度だと。この V サイン60度、初速度が V のサイン60度です。で最高点では延直方向の速度は0ですから、0イコール初速度が V のサイン60度ですね。で下方に重力がかかりますが、マイナスになってかかるまでの時間を t とします。ですからこれはサイン60度といえば2分のルート3ですから、2分のルート 3V マイナスの、もこちらを見ていきます。ですから t は 2g 分のルート3の v だと。 v は何かというと、ここでやりました全問の結果ですね、ルート gh です。ルート gh だと。からこれはどうなるかというと、2分のルート3 G 時用になりますから、2分のルート3の G 分の1ですね。まあこれは2分の1の G 分の3 H ですね。8番の問題です。これは最高点の水平面からの高さはいくらかという問題です。ここからの高さですから、まずここまでは2分の 1H だと分かっています。ですからここからでこういく、この延直方向の運動を考えればいいですね。ここの高さを求めたいと。でその時に等加速度運動しますから、初速度が V のサイン30度です。でここでは最高点は0ですから、加速度運動の3番目の公式を使えばいいですね。 V' 事乗マイナスのマイナスの V0 の2乗は 2AX という、 こう一般公式がありましたが、これに当てはめればいいですね。で最初は初、これが終わりの速度ですから0ですね。0の2乗マイナスのこの初速度を延長方向だけ考えますから、 V のサイン30度です。V のサイン30、サイン60度ですね。V のサイン60度の2乗だと。
で2倍の加速度が下向きですからマイナス G だと。でここの高さが分からない、まあ、Y と置きましょう。でこの V360 度が2分のルート 3V ですから、マイナスの V 事乗と2分のルート3の2乗ですか4分の3ですか、マイナスの 2GY だと。でマイナスとマイナスが消えて、Y はどうなるかというと、 Y は 2G で割ればいいですね。 8G 分の 3V 事乗ですね。ですから 8G 分の3V 字はこれですから V は GH になりますね。ですから G と G は消えます。8分の 3H ですか。ですから水平面からの高さですからラージ H としましょう。2分の1を出せないといけないですね。2分の1プラスのこれですね、8分の 3H だと。ですから8分の4倍にしますから 4H プラスの 3H で8分の 7H と、まあわずか H8 分の8でなくて8分の7ですからわずか低くなりますね。摩擦や空気抵抗も無視しますから同じ高さになるんではないかと思いがちですが低くなります。その訳はなぜかというと、ここに運動エネルギーを持っていますから、水平方向に運動エネルギーを持っていますから、いやこの高さはやや低くなるということですね。答えは8分の 7H になります。問2の過去9、最後の問題です。この問題はどういう問題かというと、端的に言えばこの放物運動を行いますが、この水平距離がいくらになるかという問題です。 B' C 間の距離ですね。この問題を解くのに最初にこの最高点までに用意した時間がこれでした。ですからここまで、ここからここまで分離用した時間がこれです。ですからあと後半のここからここまでに要した時間を求めて全体の足してそのここからここまで行く要した時間が求められます。でこの方向は等速運動ですから、この水平方向の成分とその要した時間をかければ B' C 間の距離が求められますね。ですからまずここからここまでにのにかかる時間を求めたいと。その時どうすればいいかというと、やはり鉛直下方はここゼロですから自然落下の時間になりますね。自然落下になります。鉛直下方、鉛直方向から見ると自然落下しています。ですからすぐこの時間を求めることができますね。自然落下、この全問ではこの高さが出ましたから、ここの高さが8分の71ですから、これを自然落下するのに時間が分かっていきますね。ですから8分の71、8分の 7H という距離、落下距離は2分の1、自然落下ですから2分の 1GT 値を、ここからここまで行くのに T としましょう。でこれより T 値をは2倍します。2倍しますから4分の 7H ですね。4分の 7H ですから 4G 分の 7H になりますね。ルートの 4G 分の 7H だと。ルートは10分の 7H ですね。で先ほど求めた最高点までに要した時間がこれですから、足せばいいですね。ここからここまで行く時間はこれですね。2分の1の G の 3H プラス2分の1のこれはどうなるかというと、共通項が2分の1のルート G 分の H ですね。とすればルート3プラスのルート7ですね。でこれからこれとこの水平方向、方向の速度、水平方向の速度は V のコサイン60度ですね。V は何かというとこれです。コサイン60度の2分の1ですね。2分の1のルート GH よって B'C はこれですね。この速度をと
要した時間をかければいいですね。ルート3プラスルート7です。ですから2分の1と2分の1で4分の1になります。でこれと G と H が消えまして H の1になりますが、こうなりますね。ですから4分のルート3、ルート7プラスルート3の H ということで、これが答えになりますね。北海道大学2021年の熱力学に関する入試問題です。2番以下の文中のカッコ1からカッコ8に適切な数式を入れよ、またカッコあとカッコ2には選択肢から最も適切なものをそれぞれ一つ選べ。図1のように断熱材でできたシリンダーを円直に立て、その中に1モルの単原子分子離層気体気体 A を入れて、円直方向に滑らかに動く断面積 S 平方メートルのピストンで封じ込める。このピストンは二重になっており、内側のピストンは質量ラージ Mkg の熱移動が可能な材質で、外側のピストンは質量が無視できる断熱材でできている。また内側のピストンの熱容量は無視できる。気体定数を R ジュールマイケルビン、アボガドロ定数を NA1 バーモル、重力加速度の大きさを G メートル毎秒毎秒とし、外気の圧力と温度をそれぞれ P0 パスカル、 T0 ケルビンとする。問1、はじめ気体 A の温度は外気と同じ温度 T0 ケルビンでやった。この時の気体 A の圧力体積をそれぞれ P1 パスカル、 V1 立方メートルとすると、 P1 は MSGP0MG で1パスカル、 V1 は P1T0R を用いて2立方メートルと表される。また気体分子1個の運動エネルギーの平均値は NAT0R を用いて3ジュールと表される。ここでピストンをゆっくり押し下げ、気体 A を体積が VA 立方メートルになるまで圧縮したところ、その圧力が PA パスカルになった。この時の断熱変化では圧力×体積の3分の5乗が一定であることを使うと、 PA は P1、V1、VA を用いて4パスカルと表され、体積が VA に圧縮された状態における気体 A の内部エネルギーは T0、V1、VA、R を用いて5ジュールと表される。次に外側の断熱材でできたピストンを外し、気体 A をはじめの状態圧力 P1、 体積 V1、 温度 T0 に戻した。その後気体 A の温度が一定に保たれるようにピストンをゆっくり押し下げ、気体 A を体積が VA になるまで圧縮した。この時の気体 A の圧力は4とアの選択肢、ア比べて大きい、イ等しい、ウ比べて小さい。問1番です。気体 A の温度は T0 ケルビン、圧力は P1 パスカル、体積は V1 立方メートルとすると、 P1は MSGP0 で1パスカル、 V1 は P1T0R を用いて2立方メートルと表されるという問題です。でこの外気が P0 パスカル、で温度が T0 ですね。でここの気体への圧力が P1 ですから、この圧力、外気の圧力と断面積が S ですから、そのここの外側のピストンは、これは質量が無視されますね。内側のピストンの質量がラージ M ですから、この P0 パスカル、しかも断面積 S ですから P0S という力を及ぼします。しかもこれが MG という重力ですね。それでもってこれは気体 A が支えているというわけですね。 P1×S という力でもって支えているわけです。で釣り合っているわけですね。ですから釣り合いの式ですね、これ P0S
これはもう単位面積あたりの圧力、力ですから、単位面積かけたら力になりますね。どちらも力の次第になっております。ですから P0 足す MG が PGS ですから、 PGS は S であることをこうなりますね。ですから P0 と S 分で MG になります。これが答えです。もう一つはこの V1 ですね。 V1 は P0 T0 R を用いてですから、もう気体の状態と式を考えればいい。 P1×V1 はしかもここが1モルの単原子分子率の気体です。で気体定数 R T0 ですね。 P1V1 R T0 ですから、 V1 は P1 分の R T0 になります。次の括弧3のクーラーを埋める問題です。気体分子1個の運動エネルギーの平均値は NA、T0、R を用いて括弧3ジュールと表されるという問題です。気体分子1個の運動エネルギーといえば、気体分子の質量をスモール m とすると2分の1の vg をバーです。でこの vg をバーというのは vx 乗プラス vy 乗バープラス vz 乗という3平方の定理、3次元の3平方の定理から、そのこの V 字オーバーは規定されるわけですけれども、一つの2分の1方向ですね、例えば X 方向性も2分の1 M VX 字オーバーは2分の 1KT、 ボルツマン定数を考えると2分の 1KT になります。それが3方向ありますから3倍ですね。ですから2分の1 M V 字オーバーは2分の 3KT と表されます。でそもそも K、 ボルツマン定数 K というのは 1個あたりの気体定数、気体定数を1モルの個数で割ったものですね。ですからこれをここを持ってきました。ですからここで、何を求めるかというと、この平均値ですね、これは2分の3の NA 分の RT0 ですから、こういうようになります。で別解としてはこのここですね、内部エネルギー、温度が規定された時のその内部エネルギーは2分の3、これ気体分子、これ単原子分子理想気体ですから、2分の 3NRT、N モルとするとこう表せます。1モルですから1ですね。しかも温度が T0 です。T0 ですね。ここは T0 になっていますから、こうなります。2分の 3RT0。これは気体の内部エネルギーです。内部エネルギーというのは、そもそも気体分子の温度エネルギーの総和だと考えられますから、NA エコあります。1モルですから NA エコあります。2分の 1MVG オーバーの MA 倍ですね。ですからこれは、1個の分子の温度エネルギーの平均値は NA で割ったものですね。ですからこれになりますね。NA で割りますから全く同じになります。次は括弧4のクーラーを埋める問題です。ピストンをゆっくり押し下げ、気体 A を体積が VA 立方メートルになるまで圧縮しました。その時の圧力が PA パスカルになったということですね。で、その PA は P1、最初の P1、V1、VA を用いて括弧4パスカルと表されるという問題です。ここではもう熱、加熱するヒーターとかありませんから、しかも断熱材で覆われていますから、断熱変化ですね、ゆっくり押し下げて断熱圧縮したわけです。ですから V1 から VA になったという圧力も当然変わりました。その時に問題文にもありましたが、このボルの法則ではなくて、この断熱変化のこの式ですね、ファーサーの式と言いますけれども、この3分の5乗ですね、 V が3分の5乗、これを使うわけですね。ですから最初の P1×V1 の3分の5乗と PA×VA の3分の5乗等しいと、そこから PA はこれで割りますから、 VM の V1 の3分の5乗になります。これが答えですね。次は括弧5の問題です。体積が VA に圧縮された状態における気体 A の内部エネルギーは T0、V1、VA、R を用いて括弧5ジュールと表される。つまりここの断熱圧縮した時のここの状態ですね、内部エネルギーがどう表されるかという問題です。で最ここの内部エネルギーとは何かというと、ここのしかも気体分子1モルの理想気体、気体1モルの単原子分子理想気体ですから、これは2分、ここを UA とすると、ここの全体内部エネルギーを UA とすると2分の3、いや1モルですから N が1で RTA ですね、温度が TA ですから、こういうふうに表せます。でここの TA を求めればいいわけですね。で TA、 ここで TA はここでもボイルシャルの法則を使えばいいですね。この T0 分の P1V1 と TA 分の PAVA は等しいという、でこれから TA を出します。 T0
TA はこれとこれ、たすきがけですね、同じこれとこれかけたものを等しいんですから、TA は P1V1 分のこれとこれかけたものを P1V1 で割ったものですね。で、ここの PA ですね、PA で表すことはできませんから、ここの PA は全問の結果を利用します。全問の結果でやりました。PA は P1 と VAV1 でこう表せますね。で、ここに PA を持ってきます。で、ですからこれですね、P1V1 分の VAD0 かけ PA ですから、PA がここ来ます。これが PA です。で、P1 と P1 が消えます。VA と VA の3分の5乗で1引くの3分の5。V1 がと V1 の3分の5乗で3分の5引く V1 になりますね。で、T0 はそのままです。です、これはマイナス3分の2。これが3プラス3分の2ですから、分子に来ますね。これは分母に来ます。で、T0 はそのままですね。ですから TA はこういうふうに表されます。で、ここを持ってくればいいわけですね。ですから、この内部エネルギーは、気体 A のここの状態における内部エネルギーは、リブの 3R かけ TA、これですね。ここを持ってきました。ですから、これが答えになります。次は最後の問題です。問1番の最後の問題ですね。このカッコ R の問題ですが、外側のピストンを今度外しました。外しました。で、断熱材を折ったわけですが、折っておったものを外したわけですね。ですから、熱が逃げるわけですね。で、初めの状態に戻します。P1V1。しかも温度は T0 ですね。で、温度が一定に保たれるようにピストンを押し下げました。で、体積が VA になるまで圧縮したと。今度は断熱圧縮ではなくて、等温変化ですね。この時の気体 A の圧力は、PA ではなくて PA' ですね。PA' とします。その圧力は4と比べて、つまり PA ですね。断熱圧縮した時の圧力 PA と比べてどうかということですね。で、最初は P1V1T0 でした。で、等温変化にして、圧力 PA' になって VA になったわけですね。ここだけはもう変わらないというわけですね。圧縮した VA ですね。で、温度は T0 です。TA ではありません。T0 です。ですから、こことここはボイルの法則が成り立つわけですね。ボイルシャルの法則で T0 が一定ですから、P1V1 イコール PA'VA になります。で、ここの PA' ですね。これは VA で割ります。こういう式になりました。で、断熱変化の時は、この PA は前のこの全部の結果ですね。こういうふうになります。で、V1 と VA を比べると V1 の方が大きいですから、VA 分の V1 というものは1より大きいですね。V1 は VA よりも大きいですから、1より大きいと。で、その、これ1より大きいですけれども、これの3分の5乗ったら、1プラスの3分の2乗ですから、これとこれを比べると、どちらが大きいかというと、明らかにこちらが大きいですね。3分の5乗ですから、これは1以上と言ってみるわけですからね。で、よってですから、PA と PA' を比べると、こちらの方が大きいと。PA のが PA' に比べて大きいと。ですから、ここでの PA' は4、つまり PA に比べて小さいということが言えるわけですね。ですから、答えはウとなります。北海道大学2021年の熱力学に関する入試問題の続きその2です。問2番、シリンダー内の物質を気体・液体間の状態変化が起こる1モルの物質、物質 B に変え、質量ラージ M kg の熱移動が可能な材質でできたピストンで封じ込める。以下では物質 B の温度が常に外気と同じ T0 ケルビンに保たれるとして、その状態変化について考える。はじめ物質 B は全て気体の状態にあり、その圧力と体積はそれぞれ P1 パスカル、 V1 立方メートルであった。この状態を状態1とする。ここでピストンをゆっくり押し下げ、図2に示すように物質 B の体積を2分の V1 まで変化させたところ、その圧力は P2 パスカルになった。この状態を状態2とし、状態1から状態2への状態変化の過程を過程1とする。過程1においては物質 B は全て気体のままであった。ここで物質 B が全て気体の時には理想気体の状態方程式に従うものとする。状態2での圧力 P2 を理想気体の状態方程式から求め、 P1 を用いて表すと（6パスカル）となる。過程1の間に物質 B 気体が
外部からされた仕事の大きさを PV 図上の面積で表すと、これに対応する領域は括弧E の灰色の部分になる。括弧E の選択肢あ、い、う、えとあります。さらにピストンをゆっくり押し下げていくと、物質 B は体積が2分の V1 より小さくなったところで、その一部が液体になり始めた。そのままピストンをゆっくり押し下げ、物質 B を体積が4分の V1 になるまで圧縮した。この時の物質 B の状態を状態3とし、状態2から状態3への状態変化の過程を過程2とする。過程2においては物質 B の圧力は一定であり、気体と液体とが共存している。過程2で物質 B が外部からされた仕事の大きさは P2V1 を用いて括弧7ジュルと表される。また物質 B の内部エネルギーは状態2から状態3への変化に伴って E ジュール、E は正だけ減少した。以上より、過程2で物質 B から外部に放出された熱量は P2V1E を用いて括弧8ジュールとなることがわかる。括弧6番の問題です。問いに、状態1、つまりここですね、状態1、最初の状態です。状態1、そこの気体 B の気体の B の圧力が1パスカル、体積が1立方メートルでした。これを状態1とします。状態1からピストンをゆっくり押し下げ、2分の V1 まで変化させたところ P2 パスカルになった。 P2 は P1 を用いて6パスカルとなる。これは常に、温度は T0 で一定ですから、等温変化ですね。ですからもうボイルの法則が成り立ちますから、もう即答できますよね。半分に、体積が半分になりましたが、圧力が2倍になるということで 2倍の P1 となるわけですが、問題文では気体の状態落とし器を使っていることがありますから、気体の状態落とし器を使うと1モル、これどちらも1モルですから気体 B ですね。状態1での気体の状態落とし器はその P1、V1、これ NRT で N が1ですから RT0 になります。状態2では圧力が P2、体積が2分の V1 で RT0 ですから、これ右辺も同じですね。ですからこれとこれ等しいですから P1、V1 イコール P2、2分の V1、 V1 と V1 が消えます。P1 は2分の P2 になるので、 P2 は2倍の P1 と、圧力が2倍になるということですね。次の問題です。過程1の間に気体 B が外部からされた仕事の大きさを PV 図上の面積で表すと、括弧 E の部分になる。選択肢が4個ありましたけれども、そのうちのどれかということですね。 I 上ので、この仕事の大きさ、気体 B が外部からされた仕事の大きさ、状態1から状態2の間に、これを過程1とします。過程1の間にされた仕事ですね、そのここの V、体積が2分の V1 ほど圧縮されました。それでもって圧力が刻々と変化しています。刻々と変化していますから、これを積分するとでだいけないですね。 P が刻々と変化していますから P∆V ですから、ここの面積になります。これが外部からされた仕事になるわけですね、ですから選択肢で言うと E になります。次は7番の問題です。物質 B は体積が2分の V1 より小さくなったところで、一部が液体になり始めた。で、気体から液体になりますから、その線熱が発生しますね。ですから熱が放出されます。液体になり始めた。で、体積が4分の V1 になるまで圧縮した。そのこの過程にですね、状態2というのがこの2分の V1 の時です。状態3のが4分の V1 に圧縮した、さらに圧縮した時ですね。状態2から状態3に移るのを過程2とします。過程2においては B の圧力は一定で、 B の圧力は P2 です、一定 でした。で、気体と液体が共存している。過程2で物質 B が外部からされた仕事の大きさは括弧7ジュールと表される。P2 と V1 で用いていることですね。そういう問題です。で、ここの仕事の大きさは、つまり W が P∆V ですね。で、圧力が P2 で一定です。 ΔV、圧力、体積変化は2分の V1 から4分の V1 になりましたから、4分の2で結局4分の V1 ほど ΔV 変化したわけですね。ですからかけたら4分の P2V1 P2
ピンと V でこういうふうに表されます。でここで、まあ、気体から液体の時に熱が放出されますが、このあくまでも温度が T0 で一定ですから熱が放出されたわけですね。でそういうことが次の問題に反映しています。8番の問題です。また物質 B の内部エネルギーは状態2から状態3への変化に伴って E10、 E は正だけ減少した。過程2で物質 B から外部に放出された熱量は P2V1E を用いて80Jとなるという問題です。状態2の時に2分の V1 よりさらに圧縮すると気体から気体になったわけですね。その時に熱が放出されました。線熱ですね。でその熱はどこに行ったかというと、気温温度は TL0 で変わりませんから外に放出されたわけですね。その熱はいくらかということです。で一般に熱力学第一法則でこの吸熱ですね、吸熱量は Q ですね、吸収残熱量は内部エネルギーの増加と外部が気体が外部にした仕事というこの式がありますけれども、一般でここで Q イコールデルタ U がマイナス E ですね。これ減少したわけですからマイナス E になりました。でここはされたわけですね、こんな外部からされた、外部にした仕事でないですからされましたからマイナスになります。 P デルタ V4分の P に V1 ですね。これ全問の結果です。ですから Q はマイナス E マイナスの4分の P に V1、 こういう式になります。でこれマイナスでくぐると E プラス4分の P に V1、 この加熱がマイナスということは放熱ということですね。逆にですから熱を吸収したものがマイナスということは外に放出されたということで、結局放出された熱量はこの E プラス4分の P に V1 というこういうことになるんですね。この放出された熱によって温度が T0 で保たれているということに なります。北海道大学2021年の電磁気に関する入試問題です。3番、以下の文中の1から10に適切な数式または数値を入れよ。また A には選択肢から最も適切なものを1つ選べ。問1、図1のような3種類の平行平板コンデンサー ABC に蓄えられる静電エネルギーについて考える。これらのコンデンサーは真空中に置かれており、極板および極板間に挿入された物体の端における電波電界の乱れは無視できるものとする。コンデンサー A は面積 S 平方メートルの2枚の薄い円盤状極板からなり、これらの極板は D メートルの間隔で平行に置かれ、極板面に垂直な方向から見て正確に重なっている。この2枚の極板に Q-Q 空論、 Q は正の電荷をそれぞれ与えたとき、このコンデンサーに蓄えられる静電エネルギー UA は真空の融電率をイプシロン0ファラッド毎メートルとすると UA イコール1ジュールとなる。コンデンサー B はコンデンサー A の極板間に円柱状導体を底面が極板と平行になるように挿入したものである。円柱状導体の底面の面積は極板と同じ S 平方メートルで、その厚さが2分の D メートルである。また円柱状導体は底面に垂直な方向から見て2枚の極板と正確に重なっており、これらの極板から等距離にある。このコンデンサー B の電気容量は2ファラッドであり、2枚の極板に Q-Q 空炉の電荷をそれぞれ与えたときに蓄えられる静電エネルギー UB は UA を用いて UB イコール3×UA ジュールと表される。コンデンサー C はコンデンサー B の円柱状導体を同じ大きさと形の融電体で置き換えたものである。この融電体の融電率をイプシロンファラッド毎メートル、イプシロンはイプシロン0より大とすると、コンデンサー C の電気容量は4ファラッドであり、2枚の極板に Q-Q 空炉の電荷をそれぞれ与えたときに蓄えられる静電エネルギー UC は UA を用いて UC イコール 5×UA ジュールと表される。
以上よりこれらのコンデンサーに蓄えられる静電エネルギー UA、UB、UC の間には括弧アの関係が成り立つことがわかる。括弧アの選択肢アイウエとあります。括弧1番の問題です。コンデンサー A の極板に9クーロン、マイナス9クーロンの電荷を与えたとき、コンデンサーに蓄えられる静電エネルギー UA は UA イコール括弧1ジュールとなるという問題です。ここのコンデンサーですね、これ真空です。でここの面積が SA 平方メートル、間隔が D メートルです。ですからここの電気容量は C イコールイプシロン0のディープネスになりますね。でここに蓄える静電エネルギーはこの U イコール2分の 1QV、 Q は CV ですから V は C 分の9になって 2C 分の90になります。ですからここの静電エネルギーは UA は 2C 分の 90C が電気容量、今さっきやったこれですね。ですからこれをここへ持ってくればいいわけです。2分の90をかけ、これの逆数ですからイプシロン 0S が分母になって、これが分子になってこうなりますね。ですから2イプシロン 0S 分の 90D となります。括弧2番の問題です。コンデンサー B の電気容量は括弧2ファラドであり、極板に Q マイナス9クールの電荷を与えたときに蓄えられる静電エネルギー UB は括弧 3×UA、 UA の何倍かということですね。 UA ジュールとなると、ここのまず最初に2番の問題をやりますけれども、このコンデンサー、ここは導体ですから、ここではもう導体内部にはもう電波がないわけですね。ですからこことこれは4分の2、4分の D という間隔ですから、このコンデンサーがこれとこれに分けられるわけですね。ここはもう導体ですから、ここのもう関係なくなります。でここでの4分の D の間隔の時の電気容量、静電容量を電気容量を C' とすると、イプシロン0、真空ですからイプシロン0です。間隔は4分の D です。で面積 S ですからこうなりますね。 D 分の4倍のイプシロン0です。ここも同じくなります。これの直列ですから C' 分の1たす C' 分の1が C' 分になりますが、この CB、 これの電気容量はこれの逆数ですね。ですから CB は2分の C' になって、 C' がこれですから2で割ると、ですから2倍のイプシロン0です。 D 分の2分にイプシロン0ですになります。こういう考え方と、別解としてはこれをこちら、胴体をこちらに持ってきたらこういう形になりますね。ここの間隔は4分の D が2つありますから2分の D なというコンデンサーになります。でここはもう導体ですから関係ないと、 なきに等しいですね。こうなりますから、結局この2分の D の間隔の電気量を求めればいいと。ですから CB はエプシロン0の2分の D 分の S になって、 D 分のこれ2分分子にきますから全く同じになります。次はこの過去3番の問題です。これで電気容量が CB ですね、これ D 分の2倍のイプシロン 0S と出ました。ですから 2C 分の90を静電エネルギーのこの式に入れます。2分の90をかけ、これの逆数ですね、逆数をかけると4倍のイプシロン 0S 分の90 D になります。で UB がこれですから UA 分の UB ですね、 UA 分の UB、 つまりこれ割る UA がこれですね。ですからこれかけ、これの逆数ですね。ですから分子分母逆にしました。ですからこれとこれが消えます、イプシロン 0S も消えます。4分の2になって結局2分の1になります。ですから UB はこれ UA、 こちらにかけると結局2分の1かけ UA、 ここが2分の1になるわけですね。ですから静電エネルギーはこの UB がこの UA の2分半分だということですね。半分になります。括弧4番の問題です。コンデンサー C の電気容量は括弧4ファラドであり、極板に Q マイナス9クーロンの電荷を与えた時に蓄えられる静電エネルギー UC は、 UC は UA の何倍かという問題ですね。まず最初にここの括弧4番の問題です。この有電体をこのように人が置いたということは、今さっきここでやったというように、これをこちら持ってきてみるんですね。でこことここ同じですから、結局4分の D の2倍で2分の D という間隔の、まあ、真空のこういう極コンデンサーになります。これを C、 この容量を電気容量 C1 とします。でこれを有電体の電気容量 C2 ですね。ここが
有電率がイプシロンの有電体です。ですからこれ並列になっていますから、ここまず最初の電気量の C1 はイプシロン0進行ですから、時間も間隔2分の D の S になって D 分の2イプシロン0です。ここでの電気容量は、ここは油電率が C イプシロンですから、ここは2分の2倍のイプシロン 0S になりますね。これでこうなります。でこれ直列ですから、 C1 分の1たす C2 分の1が全体の電気容量 CC とすると CC 分の1になります。まあ、なぜそうなるかという、ここが証明ですけれども、このこういう式ですね。じゃあこれなぜこういう式になるかというと、これ直列に置くと、ここ電圧は V1 とします。電圧は V1 と V2 ですとします。電圧が違います。で同じようにこれはもう Q クーロンという電荷が蓄えられますね。でここでの電圧が V1 は結局 C、 この式から V1 は C1 分の9になります。 C1 分の9で V1 たす V2 が直列ですから V になるですね。で V1 は C1 分の9です。 V2 は C2 分の9だって、で全体の電圧 V 全体を一つのコンデンサとすると、電気量 C とすると C 分の9になります。で Q が取り除かれて、結局こういう式になります。ですからこれですね、直列の場合はこうだと。でここにこれが出ましたから、これの逆数ですね、分母分子を逆にしました。でこれを通分して、分母を通分すると分子がこうになります。でこれが C 分、逆数がこれになりますから、結局全電気容量はこれのさらに逆数でこうなる、分母分子を逆にした、これがここの4番の答えになります。次は括弧5番の問題です。この UC ですね、ここの U、 ここ全体に蓄えられる静電エネルギー UC ですね。 UC はどういう、ここに UA の何倍となるかという問題ですが、まず UC、CC、ここの電気容量はこういうふうにして出ました。でその静電エネルギーは E のこれの静電、電気容量の分の90になりますから、2分の90をかけ、これの逆数ですね、逆数、分母分子を逆にしたものをかけます。でこれが4倍のイプシロン、イプシロン 0S になって、これがそのままこうきますね。で、UC 分の UA 分の UC を考えます。でこれはこれ、これ割るのこれですね、 UA ですね。ですからこれを UC ですかけで、これを分母分子逆にして逆数をかけます。で 90D、 90D が消えます。2イプシロン 0S でこれが2倍のイプシロンになりますね。で分子がイプシロンプラスイプシロン0になります。ですからこれ、あと UC はこれをかけるということで、結局ここの5番はこういう式になります。あるいは2イプシロン0分のイプシロンは2分の1ですから、こういう2分の1プラス2分のイプシロン分のイプシロン0、どちらでもいいですね。これが答えになります。次は過去派の問題です。最後の問題です。その1の最後の問題ですが、 ABC のコンデンサーに蓄えられる静電エネルギー UA、UB、UC の間にはどういう関係が成り立つかということ、問題です。でこれ全問の結果ですね、 UB は UA の2分の1だということから、これもおのずからも UA が UB よりも大きいと。で UC はこう結局は2分の1プラス2分の1イプシロン分のイプシロン0かけ UA ですね。でこれを展開すると2分の1 UA、これとかけこれですね、2分の1 UA というものは UB だと、 UB プラスこれですね、これは正になりますね、正ですから UB よりも大きいと、 UC は UB よりも大きいということが言えます。ですからこれとこれで結局 UA が一番大きくて、次 UB よりも UC が大きいですから、 UA、UC、UB というこういう順番になりますから、結局選択肢の中で IUA の中で A というのが選択肢、正しい A が答えになります。北海道大学2021年の電磁気に関する入試問題の続き、その2です。問い2番、図2のような円柱状の導体棒の両端に電圧 V ボルトを加えると、導体棒に電流が流れジュール熱が発生した。この電流およびジュール熱と電圧との関係を導体内の自由電子の運動に基づいて考える。
胴体棒の断面積は S 平方メートル、長さは L メートルであり、その内部の温度と電流は一様で、時間によらず一定であるとする。また、自由電子の電荷をマイナス E クーロン、質量を M キログラムとし、胴体棒内にある自由電子の密度を N、1マイ立方メートルとする。自由電子は熱振動している陽イオンと衝突しながら胴体棒内を運動している。このような自由電子の複雑な運動を次のように単純化して考える。自由電子は胴体棒に加えた電圧により生じる一様な電場電界から一定の力を受けて加速されるが、 T 秒ごとにイオンと衝突し、その度に電場から得た運動エネルギーを全て失うとする。そのため図3のように自由電子の速さは T 秒ごとにゼロになる。また自由電子があるイオンと衝突してから次の衝突までの間は等加速度運動を行うとすると、その加速度の大きさと衝突直前の速さは E、M、L、T、V の中から必要なものを用いてそれぞれ括弧6メートル毎秒毎秒と括弧7メートル毎秒と表される。したがって T よりも十分に長い時間にわたる平均の速さ W は2分の1かけ括弧7メートル毎秒となる。胴体棒内のすべての自由電子が同じ運動を行うと仮定すると、胴体棒に流れる電流の大きさは自由電子の平均の速さ W と密度 N および ESS を用いて括弧8アンペアと表される。またこの電流の大きさは E、M、N、L、S、D、V を用いて表すと括弧9かけ V アンペアとなる。これはオームの法則を表しており、括弧9の逆数は胴体棒の電気抵抗を与える。ここで衝突によって失われる自由電子の運動エネルギーが全て熱に変わるとする。それぞれの自由電子は1秒間に T 分の1回イオンに衝突することに注意すると、1秒間に胴体棒で発生するジュール熱は E、M、N、L、S、T、V を用いて括弧10ジュールと表されることがわかる。括弧6と括弧7の問題です。自由電子の胴体棒内にある自由電子の加速度の大きさと衝突直前の速さは E から V のうち必要なものを用いて括弧6メートル毎秒になる。これは加速度ですね。こちらが速さ括弧7メートル毎秒と表されるという問題です。でここでこの自由電子は陽イオンと衝突するわけですが、その時間は T ですね。 T 秒ごとに衝突するということですね。自由電子がイオンイオンに衝突する時間ですが、で衝突した時にゼロになるということですね。ですからここで加速するわけですね。縦軸が速さです。自由電子の速さです。加速されます。電場によって加速されてゼロになって、また加速されてゼロになるということですね。でほぼ自由電子がこういう、全ての自由電子がこういう動き方をするということを仮定します。でその時の加速度ですが、この電場のによって、つまり空論力ですね、 F イコール運動方程式を当てはめると、自由電子の質量 M とすると加速度 A とすると M イコール EE ですね。これは静電気力ですね、 EE だと。ですから E は電場ですから L 分の V、 この長さが L で電圧が V ですから L 分の V になります。ですから A は M で割るとこういうふうになります。で加速、ここではさ、ここにゼロになって、衝突してゼロになって、ここから加速しますね。等加速度直線としますから V イコール、ここゼロですから AT になりますから、 A がこれですから、これに T をかければいいわけですね。でここで注意しておきますけれども、ここのこういう解き方もありますね。速さを求めるのに運動エネルギー、ここによる V という電圧によって、その EV という、電気的な位置エネルギーですね、 EV によって、これエネルギーですね、エネルギー保存則から運動エネルギー0から V になったとします。その運動エネルギーが2分の1の V 乗ですね。これと EV と等しいから V はこうなりますが、これと違いますね。
この場合は何かというと、ここの L 離れた、ここは電位差が V ですから、この L をここ0から V、 ここで加速して V になった時のこのこういう時の速さですね。これがルート M 分の 2EV ですから、ここは充電子がたくさんあって、その間隔はこれはものすごく狭いわけです。ここ L じゃないわけですね。電場は一様ですから、まあこのようにしてなったわけですけれども、こことは違うわけですね。ですから確かに M と E と V を用いて表せますけれども、これとは違います。こことは違うんだということをここ認識しないといけないですね。大きな違いはこの異常な電場だということ。ここの電圧は、電差は、ここの L が電差が V の時にはこうなったということですね。ですから物理的な意味が全然違ってきますから、こちらの方が正しいわけです。括弧8番の問題です。導体棒に流れる電流の大きさは、自由電子の平均の速さ W ですね、速さ W と密度、充電子の密度 N、 そして電荷ですね E、 断面積 S を用いて括弧8アンペアと表されるという問題です。でここでこの一個一個の充電子の動き方は、このさっき言ったように等加速度直線運動、速くなってゼロになって、つまりここで言うと加速してゼロになって、こう加速してゼロになるということですね。こういう動き方をするということですね。全ての充電子がこういう動き方をすると。しかしその平均の速さですね、一応の速さはこれの半分だということですね。ダブルでもってこう動いているということですね。全ての充電子がこういうふうにして動いている、ダブルという動き方をしているんだということを仮定します。非常に単純化したモデルなんですけれども、で、そもそも電流というのは何かというと、単位時間あたりにそこに流れる電荷の量ですね、 T 分の Q というのになります。ですから1秒間あたりにどれだけの電気量が流れるかということですね。で Q は何かというと、この導体棒内にある電子の数は何かというと、密度が N ですから SL という体積ですね。 SL ですから個数で言えば NSL 個、 NSL 個あります。で電荷が E ですから、これだけの電気量ですね。でここで言うと1秒間あたりの電気量ですから、これを T で割ると、これらは全て定数ですから、ここですね、 T 分の L、 つまり L 行くのに T 秒かかったとすると、つまり平均の速さになりますね。 T、つまりこれがダブルだということです。ですから答えは ENS ダブルアンペアとなります。括弧9番の問題です。この電流の大きさは E から V までその用いて表すと 9×Vアンペアとなるという問題です。でここで全問の結果ですね。電流の大きさは ENSW、 W は平均の速さですね。そしてその W はこの V の2分の V、充電子が陽イオンとぶつかる直前の速さを V とするとその半分だということですね。ですからこの V は、全問の結果は V はこれになりましたね。これもこうですから、こういう式になります。でこれからI は ENSW ですから、 ENSW がこれですね、これ 2MLEVT になります。ですからこれは 2ML 分母がこうで、これが EG 事情 NSTV となります。でここでは V を外に出していますから、これがここが Q になりますね。答えはこれになります。かけ V です。でこれをよく見ると、 I イコール R 分の V だと、これ V ですね。ですからこれが R 分の1がこれに相当するわけですね。R 分の1がこれに相当しますから、 R はその逆数ですから、分母分子を逆にした、これが抵抗の式になります。よく見ると分母が断面積 S が来て、分子が長さが来ていますね。まさにこの R イコールローの S 分の L という式に合致していますね。ですから、まあ、ここでは答えはこれですけれども、抵抗はこうだということですね。括弧10、最後のその2の最後の問題です。衝突によって充電子が陽イオンと衝突するわけですね。衝突によって失われる自由電子の運動エネルギーが全て熱に変わるとする。それぞれの自由電子は1秒間に T 分の1回イオンに衝突することから、1秒間に導体棒で発生するジュール熱は E から V を用いて括弧10ジュールと表されるという問題です。で1秒間に発生するジュール熱ですね、この導体棒 L の長さの導体棒で発生、1秒間に発生するジュール熱を求めようということです。で1秒間に発生するジュール熱 T 分の W、 ジュール熱をダブルジュールとすると
つまりこれ P ですね、電力に相当します。でしかしここの台から、充電子の運動エネルギーが全て熱に変わる。ここにある全ての充電子がその運動エネルギーですね、2分の1、1個あたり2分の1 V 乗ですが、その、1秒間あたり T 分の1回衝突すると。なぜならば T、 ここですね、 T 秒で1回衝突しますね、ヨイオンと。ですからこれは1回につき T 秒だと、T 秒毎回、1回につき T 秒だと。ですからこれ逆算すると1秒につき T 分の1回衝突するということですね。1秒間で T 分の1回衝突します。でここにある充電子の数は何かというと、体積が SL ですから、密度が N ですから NSL 個ありますね。これが1個あたりの1回1秒間にその衝突する、そので失われる運動エネルギーですね、1個あたりので。ここが全個数ですからこう書きます。ですから 2T 分の NSLV 乗です。でここの V は前文でやりましたね、こういう式で表せます。 V の2乗だと。でこれを整理すると 2T 分の NSLM、 これ MGL 乗、これ粒乗だって、これ分分子を整理すると LG 乗と L で L になって、 T と T 乗で T になりますね。あとはもうありますね、 NSE 乗、 V 乗、 T になるとなるというですね。分母がこれが L になって 2ml になるわけですね。ですからここのこれは答えがこういうふうに、これ書き直すとこういうふうになります。でその1秒間あたりに発生する充電数ということは、まあ電力で想像しますから電力消費を考えます。でっかいとして P イコール R 分の V 乗ですね。で R 分の1のはもうこれやりましたね、これ 2ml 分の E 乗 NST だと。逆数がこれの逆数が定期抵抗だとやりました。ですから R 分の1はまあこれだと。あと V 乗をかければいいわけですね。結局結果は全く同じ結果になります。しかし台から言うとこちらの解き方の方がいいですね。これはまあ同じ結果になりますけれども、同じだということですね。